地下ってこんな感じなのか。オイラが想像してたのとだいぶ違うな。遥か昔、ナタは竜に支配され高度な文明を生み出していたからだろう。人間が自分たちの秩序を築き上げたのは竜族が滅亡した後になる。つまりここは竜の遺跡ってことか。それってつまり元祖の竜王みたいな存在ってことだよな。そいつらが高度な文明を持ってたのか。うん、でもあまりに昔のことだから参考になる記録が少ないんだ。ここの装置の使い方も知ってる人はほとんどいない。元は誰も足を踏み入れない遺跡だったけど、最近はアビスの騒動の影響か中の施設で不穏な動きも見られる。ということは歩きにくい道ってことだね。歩きにくいどころか、これから遭遇する無数の困難の始まりだろう。なんでみんなして急に笑ってんだよ。不気味だな。ここにいる奴らは全員冒険の幕開けに興奮するタイプだからな。その通りだ。ずっとうずうずしていた。じゃあ行こっか。この先に何が待ち受けていようとも突き進むのみだよ。どうすれば。プロのトレーナーとしてアドバイスしてやるぞ、サイモン。ズバリトレーニング不足だ。トレーナー？お前って工場の国の戦士だよな。それも間違いじゃないが、本業はスポーツトレーナーなんだ。私はナタで流行ってる大抵のスポーツの指導ができる。それもかなり専門的にな。トレーニング項目のアドバイスだけじゃなく、体作りの食事管理もバッチシだぞ。ああ、糖分を取っちゃいけないとか、ジュースは控えろとか、焼肉を食べないようにとか、そういうやつだな。そんな風に挙げてたんじゃキリがないぞ。健康的で栄養たっぷりの食べ物をリストアップした方が早い。例えば？グリーンスムージーだ。飲んでみるか？お前とは合わない気がしてきたぞ。あれ？あいつらどっかで見たことあるような。これまで何度も戦ってきた相手だ。手加減はしなくていい。装填。私は帰ってくる。目指してる場所ってかなり高いな。それとも信頼感度。静粛に。
がいい。神戸を垂れろ。踊ろう。装填。邪悪を狩り撃つ。やっ、はびこれ。射撃準備。様の言ってたアビスが侵入した時に残した入り口かな。ああそうだろう。知らないのにどこか馴染みのある気配を感じる。この奥からな。まさかこの中に入らないといけないのか。いいか、絶対押すなよ。おいら自分のタイミングで行くからな。みんなしておいらにしがみついて。
重かったぞ。どうやら無事に着いたみたいだね。ここが八神の国。こんな景色が広がってるなんて、物語で名前を聞いた時には想像もしてなかったぞ。うん。アビスの力があまりに濃いせいで、カチーナちゃんは閉じ込められちゃったんだろうね。ここでは現実世界の常識など通用しない。どんなことでも起こりうる。それより一番心配なのは戻る方法だぞ。さっきの入り口ってどう見ても行ったり来たりできるようなものじゃなかったよな。空にある裂け目と地面に降り注ぐ光が見えるか？地面の光と空の裂け目。うわっと、おいらたちあんな高いところから落ちてきたのか。常識が通用しないとはこういうことだ。あれだけ高いところから落ちても衝撃は全くなかっただろ。元の世界に戻りたい場合、再びあの入り口まで行く必要はない。この光の下に立ち、心の中で念じれば大丈夫だ。それだけでいいのか？そんなつもりないぞ。オイラのこと全く信用してないみたいだな。じゃあカチーナちゃんを見つけたらここに連れてくればいいってことだね。あ、この光は現実世界から差し込んできてる。いわば現実世界とこの世界をつなぐロープだ。この場所見たところ地形が複雑だし視界も悪そうだぞ。どうやってカチーナを探せばいいんだ？しかもあちこちに浮かんでるあの黒いやつ、どう見ても有効的じゃないぞ。あれはアビスの力だ。気をつけた方がいい。しかも喋ったぞ。落ち着け。俺は君たちを助けに来たんだ。ビチャマを助けてくれたのは君たちだろ。ああ、ビチャマの友人のマルコだ。完全にこの国に溶けたと思ってたが、急に不思議な力を感じてな。あの力は俺を探し、俺という概念を集めようとしてくれた。もちろんそれは非常に難しいことだ。このように中途半端な姿で君たちの前に現れることになって申し訳ない。いや、謝るべきはこちらだ。あの時スピリットストーンはアビスの力の影響を受けていた。だから無理にでも止める必要があったんだ。ビチャマや近くのカガリギのために危害が及ばないようにするためにも。ああ、分かってる。あいつを守ってくれてありがとう。もう何年も経つっていうのに、俺のためにあそこまでしてくれるとはな。あの不思議な石の力で俺の魂はあいつとつながれた気がした。まったく、未練までそっくりだなんて。勝って凱旋するにせよ、負けて犠牲になるにせよ、親友とずっと一緒にいたかった。そうだよね。ああ、もう叶わぬ望みだがな。でも、君らにはまだチャンスが残されてる。小玉の子の娘を探してるんだろう。あの子は今、アビスの力の化身に追われてる。この姿を保てるうちに、あの子を助けてやりたい。さあ、こっちだ。気をつけてくれ。ここはアビスの侵食をひどく受けてる。うわ、でもまさか、八神の国がこんな風になってるなんてな。まるで今にも噴火しそうな黒い火山だな。いつ私たちの世界を飲み。俺の力があれば一時的にここの攻撃から君たちを守れる。
離れないようにしてくれ。長くはもたなそうだ。道を変えよう。こっちだ。魔物か。厄介な奴らだ。こんな奴らに構ってる余裕ないのに。私は下げず頭を垂れろ。装填。悪を見極め影を刈り尽くす。射撃準備。騒ぐな。そう来るか。頼むよ、これあんた。行け。迷いやすいんだ。でも大丈夫、俺の後ろをしっかりついてくればいい。私の聞き間違いだったのかな。そういうのやめろって。ベコにするだろ。いや、私にも聞こえた。アビスの声だな。なんて言ってたんだ。それを知る必要はないだろう。良くないことに決まってるからな。魔物たちを片付けちゃおう。うん、私も戦う。回る時間だよ。お、信頼感度はびこる。ここはゴールじゃない。頭を垂れろ。装填。邪悪を刈り打つ。宝物となるがいい。くるくるコマちゃん出発。
大霊が私の気配を隠してくれたの。それから時間を稼ぐためにあちこち点々としながら隠れて。カチーナちゃん、よく頑張ったね。怪我もしてないみたいだし、本当によかった。これからどうする？今すぐ帰るか？その、お願いがあるの。一緒に、大霊の様子を見に行ってもらえないかな。半言の歌に起きてる問題は、どう言ったらいいかわかんないけど、きっと、アビスの汚染が関係してると思うんだ。今の状況を見るに、エンジン様の推測は裏付けられたと考えて良さそうだな。八神の国には、各部族の大霊を象徴する、6つの主要なトーテムポールがある。そのトーテムポールが大霊の本体だとすれば、ここのトーテムポールは、大霊の意識を共有する分身と言っていいだろう。分身が数多く存在するからこそ、大霊の意識は、八神の国全体を覆うことができる。それによって魂がどこにいようとも見つけられるんだ。だが分身がひどく汚染されれば、魂は八神の国をさまようことになる。けど汚染された分身は一つだけじゃないだろ。ここでアビスの力を浄化したところで、全体的に見たら大して意味がないんじゃないか。じゃあ大霊を見捨てるの？ずっと私を守ってくれたのに。賛成だ。それにこの木をうまく利用すれば、カチーナを追っていたアビスの魔物を釣れるかもしれない。そいつを一掃することで、八神の国の悪化も少しは緩和できるはずだ。どうしたの、カチーナちゃん。大丈夫。ちょっと頭が痛くなっただけ。また声が聞こえたんだ。頭の中で、大霊のことは放っておいて、さっさと帰れって。やっぱり帰るか？カチーナはここにだいぶ長くいるわけだし。大丈夫。こんなデタラメ無視するから、耐えてみせるよ。もう少し行ったところにあるんだ。案内するね。それに私も戦うよ。だからお願い、大霊を助けてあげて。聞いて、カチーナちゃん。もちろん私たちは一緒に行く。けどそれはあくまで大霊を救うのが目的。カチーナちゃんに何かを証明させるためじゃない。自分のために何かを証明する必要なんてないの。もし耐えられなくなったら、ちゃんと私たちを頼ってよ。さーて、サクッと終わらせるぞ。ああ、せっかく来たんだ。問題を片付けていこう。うん、こっちだよ。俺はここに残ってアビスの魔物を足止めしよう。え？そんなことしたら君が危ないよ。大丈夫さ。アビスの魔物に力は及ばないが、この場所には詳しい。それに俺にはもうあまり時間が残されてない。俺の友人と同じで、君たちも別れってやつが苦手だろ。さあ行け。目的を果たしてここを離れるんだ。帰るべき場所に帰れ。本当にありがとな。ここまで手を貸してくれて。君は立派な英雄だね。ありがとう。我々は一人で戦ったりしない。頭痛はどう？支えてあげよっか。ううん、大丈夫。私が丈夫だってこと、マハラニちゃんもよく知ってるでしょ。